当てる数字を押してください。1、2メートルほど離れてください。正しい位置が確認できました。まずは12時を向いてください。撮影します。2時を向いてください。撮影します。4時です。お疲れ様でした。これで計測完了です。